直行ジ,ジョゼフ・ジェームズ・クラークは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は大将。インディアン部族、チェロキーの出自であり、インディアンを含めたいわゆるネイティブアメリカンとして、初めて海軍兵学校を卒業した人物である。航空の道を進み、第二次世界大戦においては、空母任務部隊を指揮して、日本軍と対決した。対戦後の朝鮮戦争では中将に昇進し、 第7艦隊を指揮した。ピート・マーク・ミッチャーから最も信頼を寄せられた任務部隊司令官であり、クラークもミッチャーに浸水した。また、上官に対して言いたいことははっきり言う性格の持ち主でもあり、第二次大戦中はその性格がきちと出て、ミッチャーに空母任務部隊司令官というポジションを与える縁員を作った。 ジョッこと、ジョゼフ・ジェームズ・クラークは1893年11月12日、オクラホマ州プライアー・クリークに、父・ウィリアム・エ・クラークと、母、リリー・ベリー・クラークあるいはメアリー・ポリオード・クラークの間に生まれる。チェロキー・ネーションの出であるウィリアムは、サリナの孤児院で教育を受けた人物であり、母は産後に亡くなった。クラークは成長すると、ビニタのウィリー・ハンセル・カレッジ、 オクラホマ州立大学の前身である、オクラホマ農工大学を経て1913年にアナポリスに入学する。ところが、最終学年に達したところで、アメリカが第一次世界大戦に参戦したため、卒業が1年早められ、1917年に卒業。本来の卒業年次から、アナポリス1918年組と呼称された、この世代からは、 クラークと同様に空母と縁を持ったトーマス・スプレーグと、クリフトン・スプレーグ、ウィリアム・ハルゼーの初期の参謀長マイルズ・ブローニング、大西洋艦隊司令長官や大西洋、連合軍最高司令官を務めた、ジェラルド・ライト、そしてアメリカ海軍史上最年少の海軍、作戦部長であるフォレスト・シャーマンらがいる。ニックネームの、直行は、このアナポリス時代に命名された。卒業後、クラークは、 主艦候補生として、総工巡洋艦、ノースカロライナ乗組となり、大西洋を渡る輸送船団の護衛にあたる。駆逐艦、アーロン・ワード、オーリツク及び、ブルックス配属として、救援活動などの任務のため、均等方面を行動し、大戦終結後はアメリカに戻って1923年から1924年の間はアナポリスで講師を務めた。 やがてクラークは航空を志願し、フロリダ州ペンサコーラの海軍飛行学校での講習を経て1925年3月にパイロット免許を取得する。間もなく戦闘艦隊航空戦隊に配属され、第一多目的部隊や戦艦、ミシシッピの航空士官、第三戦艦軍司令部航空技術アドバイザーを務める。1931年から1932年の 間は、空母、レキシントン所属の 2B 戦闘機体隊長となり、レキシントンでは1936年から1937年にかけても航空士官として所属していた。水上勤務以外でもワシントン DC アナコスティアの海軍航空基地副長をはじめとして、海軍省航空点検調査委員会メンバー、1938年から1939年に、 かけての新珠湾の第二小会航空隊、副長、1940年から1941年に、かけてのフロリダ州ジャクソンビル海軍、航空基地副長と、とにかく航空一本の勤務を水上に陸上にと、歴任。1940年には、ニューヨーク州バッファローのカーチスライト社で監督官を、務めた。なお、クラークの伝記を表した、歴史家クラークジーレイノールズによれば、 クラークは、戦艦機に、異潰瘍を患って軽い食事しか取れなくなり、また、事故の古傷で足を引きずるようになった、としている。1941年5月、クラークは、空母、ヨークタウンに副長に就任し、このポジションで、真珠湾攻撃を迎える。ヨークタウン副長として1942年2月の、マーシャル・ギルバート諸島軌動空襲、3月10日の、 ライサラモアへの空襲5月8日の35回海戦を戦ったクラークは6月5日のミッドウェイ海戦を迎える。海戦では真珠湾以来無敵を誇っていたナグモタダカズ宇宙城を率いる第一航空艦隊の空母4隻を撃沈して戦局のターニングポイントとなったがクラークが乗るヨークタウンはナグモ艦隊の飛竜から飛来した。 ともなが上司隊員の攻撃隊によって、航行不能に陥り、やがて以後第168潜水艦からの来撃によって、ついに沈没した。ヨークタウンの艦長は、エリオット・バックマスター大佐であり、第17任務部隊司令官フランク・ J ・フレッチャー、少将の機関でもあった。しかし、艦長のバックマスターと副長のクラークとの間は、嫌悪しかなかった。 1937年以降航空と関わり始めたバックマスターに対し、上実のようにクラークは早い段階からのパイロットであった。ヨークタウンの所属パイロットはバックマスターの意見を無視してクラークの意見を重んじた。このような傾向はヨークタウンに限らずパイロットやパイロット上がりの士官はペンサコーラの飛行学校で航空を少々かじった程度の士官を キーウィなどと呼んで見下す傾向があった。航空出身者は、ジョン・ヘンリー・タワーズのような喫水のパイロットの純血師こそが、航空に関わるすべての事案を指揮すべきだとも考えていた。クラークはまた、フレッチャーともそりが合わなかった。フレッチャーは空襲計画をバックマスターに示してからクラークに回していたのだが、これもクラークにとっては気に入らなかった。クラークは、 とどめとしてフレッチャーとバックマスターを消極的として批判キャンペーンを繰り広げ、ついにはマスコミや海軍作戦部長、県合衆国艦隊司令長官、アーネスト・キング大将の前でも同じことをやった。バックマスターはその後表舞台に立つことはなく、フレッチャーも第二次ソロモン海戦を経て、対戦後半からはアリューシャンで過ごさざるを得なかった。ミッドウェー海戦の後、 クラークは大佐に昇進して9月24日に護衛空母スワニーの初代艦長となり、統治作戦をはじめとする北アフリカ戦線で活躍。1943年4月4日からは、先代の艦名を襲名したエセックス急行空母艦のヨークタウン艦長となって4月15日から行動を開始する。ヨークタウンをはじめとする新鋭空母は完熟訓練の後、 新編成の空母任務部隊に配属されてゆく。太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将は8月5日と6日に、新英空母を中心とする第5艦隊司令長官に、レイモンド・スプルーアンス中将、空母任務部隊司令官に、チャールズ・ a パウナル少将を当てることを公表。パウナルはニミッツから、航空の経験の深い人物として評価され、クラークの ヨークタウンを機関としたが、やがてクラークはパウナルのやり方に噛みつくこととなった。パウナルの空母任務部隊は1943年9月初頭の南鳥島攻撃を皮切りに12月に至るまでの間、ギルバート諸島、ウェイク島及びクエゼリン艦礁を攻撃して一定の戦果を上げ、また空母任務部隊の運用方法に関するノウハウも積み上げていったが、この間、 クラークはパウナルが取った行動に対して不満しか抱かなかった。以下はその一例である。クラークは不満組の代表として一連の不満をパウナル自身やスプルーアンス以外に対して片っ端から訴えに出た。具体的には不満の届け先はタワーズ、ニミッツ、キング、そしてフランクリン・ルーズベルト大統領であった。クエゼリン攻撃での事項に関しては タワーズも不満を感じており、ニミッツに、パウナルを更迭してはどうかと進言していた。やがて、ニミッツ、タワーズ、太平洋艦隊参謀長、ソック・チャールズ・マック・モリス少将、そして、クラークの同期で、当時は、太平洋艦隊航空参謀のシャーマンによる四者会談を、経て、スプルーアンスや、ウィリス・エイリー少将らの用語論は帰り見られることなく、パウナルの更迭と、公認に、 ミッチャーを当てることが決定した。しかし、クラークが槍玉に挙げたパウナルの行為のうち、潜水艦によるパイロット救助任務は以降の作戦で欠かせないものとなり、海軍の作戦はもとよりアメリカ陸軍航空軍にも適用され、例えば日本本土空襲を行う B-29 もその恩恵に預かった。そもそもパウナルの公認ミッチャーが、 この任務をスタンダードにしていった。そういったパウナルの功績は無視され、パウナルは後方の任務に移っていった。パウナル鋼鉄運動を主導して、航空苦労とミッチャーを空母任務部隊司令官に就任させるきっかけを作ったクラークは1944年2月10日付で、少々に昇進し、ヨークタウンを退官した。少々となり3月15日付で、 第13空母任務軍司令官となったクラークは、同期のブローニングが、艦長の空母、ホーネットを機関としたが、はじめは、前線司令官の枠が埋まっていて前線への出動が、叶わなかった。しかし、任務軍の一つを指揮していたサミュエル・ P ・ギンダー、少々がミッチャーに気に入られず更迭され、クラークは、ギンダーのポジションを継承する形で前線に、出動することとなった。 司令官としてのクラークの威人は、ホーランジアの戦い支援であり、ついで、マリアナパラオ諸島の戦いに加わる。第58.1任務軍を率いたクラークは、第58.4任務軍を率いる WK ハリル、少将と共に、サイパンの戦いに先んじて、小笠原諸島を爆撃したが、小沢寺三郎中将を率いる、第一機動艦隊のマリアナ諸島への接近により、引き返し、 6月19日から20日にかけてのマリアナ沖海戦に参加した。海戦後は6月下旬から8月にかけてスカベンジャー作戦を含む再度の小笠原攻撃を行う。一連の小笠原攻撃でクラークが良い評価を得たのとは対照的に煮え切らない戦いを行ったハリルは解任され、海戦後の小笠原攻撃での第58.4任務軍司令官は ラバウル空襲の経験者であるアルフレッド・イーモント・ゴメリー少将に差し替えられた。また、小笠原諸島に対する頻繁な攻撃は、クラークの下で戦った乗組員やパイロットから、直行島開発校舎と命名された。8月下旬、第5艦隊は、ハルゼーの第3艦隊と交代して、スプルーアンスイカ第5艦隊司令部は、休養に入ることとなった。ただし、 ミッチャーは交代予定者のジョン・エス・マケインシニア少将の技量が十分ではなかったため、マケインに一個任務軍を与えて経験を積ませることとなり、ミッチャーは当面、ハルゼーの下で第38任務部隊を指揮することとなった。しかし、この決定が不満で、マケインもキーウィだったためなのかは定かではないが、クラークは第38任務部隊の指揮下で戦うことは断り、 ミッチャーの了承を得て、休養に入った。この間に、冷凍機改戦が起こってクラークは、大会戦に加わる機会を逸した。下って1945年1月に、第38任務部隊が、グラティテュード作戦を終えて、うルしい艦将に帰投した後、艦隊司令部の交代が行われ、休養のミッチャーが、前線に戻ってきたことに応えて、クラークも、第58任務部隊に復帰。 1942年4月18日の同リットル空襲以来となる日本本土攻撃や硫黄島の戦い、沖縄戦を戦った。1945年5月27日に3度第5艦隊と第3艦隊の交代が行われ、任務部隊がレーテ島サンペドロ湾に帰島した後クラークは任務部隊を離れてアメリカ本国に戻った。なお、 人を途中にバイパー台風に見舞われ、1944年12月のコブラ台風の時のような沈没感は出なかったものの、クラークの第38.1任務軍の艦艇に大きな損害が出た。クラークはレーテワンの戦艦ニューメキシコで6月15日に開かれたサモン委員会にハルゼー、マケインらと共に出頭した。帰国したクラークは1945年6月から、 テキサス州、コーパスクリスティの海軍、航空中級家庭部隊司令官となる。対戦終結後の1946年9月には、海軍作戦部のメンバーに選ばれ、航空担当次長となる。1948年11月からは、第4空母軍と第3空母軍の司令官を兼ね、空母、フィリピンシーを帰関とした。 1950年8月から1951年10月までの間は、第11及び第12海軍区の基地航空部隊司令官を務めた。この間、朝鮮半島において、朝鮮戦争が勃発し、クラークは海軍作戦部長となっていたシャーマニア、太平洋艦隊司令長官、アーサー・ダブリュー・ラドフォード大将などとの打ち合わせのため、奔走。 1951年10月3日からは、ラドフォードによって、第77任務部隊司令官に任命され、空母、ボノム・リシャールに、正気を翻した。1952年3月7日、クラークは中将に昇進して第1、艦隊司令長官となって、引き続き、ボノム・リシャールを帰還とした。ついで5月20日からは、第7艦隊司令長官となり、 クラークは225隻の艦艇と7万名を超す乗組員を要する大艦隊のトップに立った。クラークが第7艦隊司令長官に就いた頃には朝鮮戦争は幾度となく停戦が模索されて目立った戦闘は行われていなかったものの第8軍司令官マクスウェル・テイラー陸軍中将との間で支援計画の打ち合わせが行われた。しかし、 打ち合わせから間もない1953年7月27日に、半門店で休戦協定が締結され、戦争は休戦状態となった。1953年12月1日、クラークは第7艦隊司令長官の職を最後に、大将に名誉昇進の上退役した。退役後、クラークは企業幹部などを歴任。1971年7月13日、 クラークはニューヨーククイーンズクセントオールバンズの海軍病院において77歳で亡くなった。クラークはアーリントン国立墓地に埋葬されている。軍事面以外では1952年にオクラホマ州連動入りを果たし、チェロキーと数族から名誉チーフに衰退された。1969年には全米飛行家協会から航空会の長老に、 なっていたクラークに対して名誉称号が授けられた。オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートの5番艦、クラークは、クラークを記念して命名された。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、高田と下山本地下を、井ノ口里子平を排出した46機に相当する。キング、ハルゼー、リッチモンド系ターナーなど、ありがとうございます。